でよく聞かれるのが海外の方に、外国人の私が着物を着ても大丈夫ですかってすごくよく聞かれるんですけど。そうなんですか、はい、市場規模では4兆円の在庫が眠ってるっていうふうに言われて、4兆円でき始めましたってなるんですけど、そこからどうしようっていうところが結構いろんな方の悩みだったりすると思っていて、皆さんこんにちは。And welcome to Let's Ask Shogo. It's me, Shogo, and I have Tomoko. Hello. And also Harumi and Nagi with me today. Hi. Alright. So today, guys, I might be the most nervous in all my videos, my past videos actually. I'm at a really fashionable building, a really beautiful place today. And I am actually being given an amazing opportunity to interview the kimono dressing instructor, Sunao sensei. Yes! If you guys remember, Harumi is actually one of the members of our online community, and we've been actually watching our videos a lot to learn more about kimono dressing and the kimono culture itself, so this is amazing. We actually both work in Kyoto, so I was really looking forward to this opportunity. This is a dream come true for us. So these are some of the questions we're going to be asking her about kimono dressing, about kimono culture, so I hope you can enjoy this video till the end. In this channel, we'll be interviewing professionals of Japanese traditional culture or people who are fighting to solve social problems in Japan. So learners and lovers of Japanese language and culture, be sure to subscribe. Enjoy more content. それでは早速始めさせていただきたいと思います。Very nervous actually. それではSunao先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ光栄です。それでは早速なんですけれども、自己紹介もよろしくお願いいたします。英語で最初のところ、ぜひお願いします。Hello, my name is Sunao. I teach kimono dressing. ありがとうございます。赤ちゃんみたいな。Very good English. That was amazing. 着物Sunaoという名前で活動しています。京都で着物の着付けを教えたりしてるんですけど、主に YouTube を通して県外とかの皆さんに着付けのノウハウとかをお届けしています。もう着物に関われて結構長いですよね。もうそうですね、学生時代から着付けにのめり込んで、この楽しさをもっと広めたいなと思って活動しています。学生の頃に、大会に出られて優勝されたりとか、世界大会にも出場されてっていうされてましたよね。そうなんです。なんか着付けの技術を競う大会がありまして、その大会では振り袖って言って、袖が長い着物を自分で着て、速さとか正確さとか、あと所作とかも見られるんですけど、そういう大会に出たのがきっかけで、それで着付けって面白いなと思って好きになりました。でもブログと拝見させていただいてたんですけど、最初はそのバイクがお好きで、もう基本革ジャンをずっと着てらっしゃったっていうふうに書いてあって最初そのきっかけは何だったんですか？いきなり大会ってことではないですよね。もちろん。でもほぼそんな感じで。そうなんですね。近所に着付けを教えてる先生がやはりまして、私の母も祖母も実はその大先生から習ってたんですね。でその先生がコンテストがあるからよかったら出てみないって言って、着物がもらえるからって言われて、あ、欲しいと思って、で着付けができるとってなんかかっこいいなってその時に思って軽い気持ちでやりました。そうなんですね。ぜひ今の活動されてる中で目標であったり、具体的に行ってらっしゃる活動だったら教えていただきたいなと思うんですけど。ありがとうございます。今私は着物の良さを多くの人に広めて、で日本中に眠ってる着物をどんどん循環させていくっていうのを目標にやっています。で具体的には YouTube で着付けとか着物とかのノウハウを発信したりとか、あとはやっぱり着物を着る機会がないと皆さん着ようって思ってもらえないと思うんで、イベントを主催したりとか、黒留袖をみんなで着てなんかしようっていう生配信されてますよね。そうなんです。今年はちょっとリアルでできひんかったんですけど、そういうこととか、私が持ってる着物をみんなで着てもらって気兼ねなく楽しむっていう試着会っていうイベントとか、なんかそういうことをいろいろ手この手でみんなで着てもらおうと思って、一緒に楽しみたいなと思ってやっています。ほど。そのタンスに眠っている着物を循環させるっていうところなんですけれども、それってつまり日本の家庭だとやっぱり着物を持ってらっしゃる方々がいっぱいいらっしゃるっていうことですか？そうなんです。私の実家なんかは、お友達は必ず家に着物がある、でも着たことないとか、そうずっとタンスにもあるんやけど、開けたことないっていう人ばっかりやったんですね。それを YouTube とか始めてみて、全国の方とこうお話を聞く機会ができて、そういう人がもうほんまにたくさんいてはるんですね。で家にあるのにずっと眠ってる、久々に開けたらもうシミとかができてしまってて、そのいっぱいあるから着てみたいけど出すのが怖いとか、畳めへんとかいう方もたくさんいらっしゃいます。私なんかからしたらもうそれはもう宝宝庫で、着たいって、私だったら今すぐ着たいのに、でももう物置とかしてたりとか、逆に邪魔者扱いされてたりとかする現状が本当にもったいないなと思って、でそれをうまく使う私たちに回ってくれば、その場所問題で困ってはる、処分できひん人たちもハッピーやし、で私たちもいい着物を着られて嬉しいし、で古い着物本当にいい品物なので、そういうふうに回る仕組みができたらいいなと思ってます。なるほど。今何着ぐらいあるですかね、イメージだけでも。ああ、今現在のデータではないんで、ちょっと古いデータにはなっちゃうんですけど、市場規模では4兆円の在庫が眠っているっていうふうに言われて、4兆円、すごいですね。そうなんです。絹の着物とかって、特にすごく流行った時代というか、日本でお嫁入りの時に必ず持たされた時代があって、それらが今眠ってるんですよね。すごくもったいないです。もう一回シミとかできてしまうとやっぱり着れなくなってしまうんですか？あ、シミによっては消せるものもあるんですけど、経年劣化でついたカビとかは全体的にいっちゃうと、取るのにすっごくお金がかかるんです。で、やめときって言われたりとか、お金がかかるから、それやったらもう新しく作った方がいいとか、あとはもう技術的に生地を傷めてしまうから取れないっていう状態になっちゃうんですよね。もったいないですね。確かにそれは。すごく長く着れるアンティーク着物とかもあるかなと思うんですけど、ものによって100年着れるっていうふうに聞いたことがあるんですが、他の衣類と比べて、例えばこのジーンズ100年履いてるんですっていうのないじゃないですか、なかなか。着物がそこまで長持ちして頑張って出してこれたらまだ着れるっていう、そんなに長持ちするその理由って何なんですか？ああ、それは多分心の持ちようというか、着物は大事にするもんやっていう、そういう精神が根付いてるからっていうのが一つあるなと思ってて、例えばこの着物は私の祖母の着物なんですよ。でも状態は良くって、でおばあちゃんはずっと娘とか孫にも残そうと思って、丁寧に毎回しまって、でメンテナンスもちゃんとしてっていう風に置いてってくれたから、今はこうやって着られるなと思ってて、もう経年劣化でどうしてももう100年以上ずっとっていうのは難しいけど、なんとかして大事なものやから残そうっていう、そういう気持ちが長く保てるのにつながるかなって思います。日本ってやっぱりこう子孫に向けてこう準備をするであったりとか、こう伝統を残すであったりとか、そういう心がすごく強くあるなっていうふうに思ってて、それが着物にも反映されてるっていうことですよね。そうですね。で昔は特にこう手縫いで着物はお仕立てされてたので、その仕立て替えを前提として作られてたんですね。今はミシンとかで洋服と同じようにですか、ファストファッション的な使い捨ての、そういう考え方の着物も出てるんですけど、昔の着物はもうほつれてきたらちょっと縮めて仕立てて、そしてまた着られる。ビリッと破れたらそこは縫って元に戻したりとか、おばあちゃんからまた娘に受け継いだ時はまたサイズ変えてきれいにして、もう最後は雑巾になるまで仕立て替えて仕立て替えてって大事に大事に布を使ってきたっていうふうに聞いているので、形を変えてずっと受け継ぐっていう文化かなと思ってます。なるほど。じゃあどっちかというと、その着物そのものがすごくこう何か特殊能力があるからこう長持ちするというよりかは、それを取り扱ってきた人たちがすごく大切にしてきたからっていうところが大きいっていうところですね。そうだと思います。なるほど。着物ってこう畳むからこそ長持ちするって聞いたことあるんですけど、それもやっぱり関係してると考えですか？そうですね、着物は基本的に1枚ずつきれいに四角く畳んで、多頭紙っていう紙にこう挟むんですけど、その1枚1枚紙に収めるっていうことが、それで湿気を吸ったりとか、あとはぺっちゃんこの状態でしまうので型崩れとかがしないんですね。で、ほこりにも当たらないし、風とかにも当たらないし、直線裁断で真四角で収まるっていうことも長持ちの秘訣なんかなと思います。そうですよね。なんか畳み方にちゃんとこうびっちりルールがある衣類ってあんまり聞かないですよね。着物以外で。ただの T シャツだと、まあ、ある程度あるにしてもそんなにこう厳格にその綺麗に残すためにっていう畳み方ないと思うんですけど、着物はしっかりそこもルールが決まってますもんね。そうですね。収納に結構困らはる方が多いんですけど、着物ってほんまにぺっちゃんこになってだいたい同じ大きさで収まるので、タンスに入れるとなんかきちっと収まるんですよね。なのでそういうしまうことも考えられてるのかなと思います。それもきっと大事にしたいって思う人たちが多分編み出したことですよね、きっと。そうですね。なるほど。好きな着物の模様だったり色とかがもしあったら教えていただきたいのと、その模様と色の意味を教えていただきたいなと思いまして。なるほど。すごく質問多かったんですよ、海外の方から。模様の意味を知りたいっていう。多分なんですけど、鬼滅の刃ですごくこうキャラクターがそれぞれすごい個性的なこう柄をつけてらっしゃったりとかしたと思うんですよ、キャラクターが。それですごい模様に関心が集まったと思うんですけど。例えば、はい、いっぱい好きな柄ってあるんですけど、季節に合わせて柄って変わっていくんですね。で、その季節関係なくおめでたい柄の一つとして宝尽くし文様っていうのがあって、で、いろんな宝物の柄をこう散りばめた文様のことなんですけど、それは結婚式とか子供のセレモニーごととか、そういったおめでたい時に着る柄です。普段でも全然着ていいんですけど、なんかそういう明るい気持ちになれるので好きで、可愛いなと思って。他にも例えば日本のちょっと私が好きな考え方があって、花に遠慮するっていう考え方があるんですけど、なんかお花でバーンどうだみたいな感じじゃなくて、例えばお花見する4月やったら桜の着物を着るのもいいんですけど、それよりもちょっと満開になる手前に桜の柄の着物を着るのが控えめで奥ゆかし粋みたいな考え方があって、で全部ちょっと季節先取りでそのつぼみの植物を身につけるっていうのが好きです。それで満開になるのを楽しみに待つっていう、花に遠慮するっていう考え方がなんか素敵やなと思って。色もございますか？色。色は水色とかピンクとかが好きなんですけど、なんかそれも年齢重ねるごとにやっぱ似合ってくる色とかが変わってくるんですよね。で、着物って全体的にこう覆ってるので、色の印象がすごく強いんですけど、でも着物は帯があるので、帯で印象がだいぶ変わります。なので若い10代の頃に着てた着物、ピンクの着物でも今30代になったんですけど、30代になったらちょっと帯を茶色い帯したりとか黒っぽい帯したりとかすると、今の自分に似合うような着こなしができるようになったりとかして、その着物と帯の組み合わせ次第で印象ってガラッと変えられるんで、ピンクが好きですけど色の組み合わせ方も楽しめます。なるほど。特に女性の着物ですもん、肩からも足のところまでずっと同じ色ですもんね、全部。で、ちょっとこの間もスタッフさんと話してたんですけど、着物ってほとんど肌が隠れてて、で西洋のドレスとかやったらお肌見せる、そうですよね、肩出したりとか多いですけど、なぜか着物でちょっと素肌が見えたりするだけで、なんか恥ずかしい感じっていうか、なんていうんですか、露出してる感じが出るのがすごい不思議やなっていう思ってて、首の後ろとかえもんっていうんですけど、ここがちょっと開いてたりとか、この宮津口って言って、ここ脇のとこに風が通るように穴が開いてたり女性はするんですね。で、そういったちょっと抜け感があるところが意外と着物って女らしさというか、そういうのが出るなと思って、なんかまた洋服と着物って全然違うなっていうふうに最近また発見がありました。そうですよね。なんか日本舞踊とかだったらもう完全にこうやって持って隠してしまいますもんね。そうですよね。見えるところすらも。はい、この絵物の抜き加減一つでもこうお能とか、はい、踊りとかは詰め気味が好まれるんですね。ここあんま露出しないように、はい、とか目上の方と会う時はちょっと控えめにするとか、お葬式とか悲しみ事の時も控えめにするっていう、はい、なんかそういう着付け一つでこう意味を込めるっていう点でもすごく着付けとか着物って奥深いなっていうふうに常々思ってます。逆に舞妓さんとかすごい絵物抜きから出されますもんね。そうですね。おしろいのこう線が入ってるやつが見えるように。ね、お仕立てから違って実は繰り越しって言って、こう女性の着物は絵紋が後ろが抜けやすいように襟の形状が切れ目が入った状態で仕立てるんですね。はい、でそれが舞妓さんとかの場合はいっぱい繰り越し抜いても抜けやすい設計になってるんですね。なのでそういった着付けのもう一つ前のお仕立てにも着姿が関わってくるっていうことのが前々の段階から計算されて着物姿が出来上がってるんだなっていうふうに思います。その次がぜひ今ご覧になってる興味あるけどまだ着たことがないっていうことだったりとか、はい、ちょっと聞いたことあるけどっていうぐらいの方にもうこれを聞かせて着物を着たいって思わせてっていうプレゼンをしてくださいっていうふうに言われたら海外の方だと思っていただいてるんですけど。皆さんに着物着たいなって思ってもらうために着物の魅力を大きく3つお伝えさせてほしいんですけど、いっぱい着物の楽しさってあるんですが、もう大枠3つやと思ってて、まず1つは見た目、自分の見た目が変わるっていうこと、それから2つ目は人からの感じ方が変わるってことで、3つ目は自分が行く場所とか関わる人が変わるっていうことだと思うんですね。でまずその見た目が変わるっていうことについてはもう着物に関わらずやと思うんですけど、やっぱ自分が変身したりとかドレスアップしたりするとすごいワクワクすると思うんですよ。でその純粋な気持ちの一つとして着物を着たらやっぱ所作が変わったりとか、なんか綺麗に見えてほしいなみたいな気持ちが芽生えたりとかで、自分に似合う色は何やろ、自分が綺麗に見える着付け方はどんなんなんやろって研究していくことがなんか自分の楽しみ、見た目が変わるっていうことの楽しみになるかなって思うのがまず一つ魅力で、2つ目の人からの見た目が変わるってことについては、例えば着物ってそのさっき絵物の抜き加減とかいう話しましたけど、気持ちを込められるもんやと思うんですね。で例えばその着方一つ、この襟の抜け加減、ちょっと今日は首長く見せたいから襟を下でちょっと合わせようとか、はい、あとは喜び事、結婚式の時なんかやったら訪問着って言ってこう柄が豪華なもので、はい、改まった感じを出そうとか、はい、重ね襟って言ってここに襟が2つ重なってるように見せて、はい、喜びが重なるようにっていう意味合いを込めたりとかで、お太鼓には二重に。二重太鼓っていうのをフォーマルシーンは締めるんですけど、それも喜びが重なるようにっていうおめでたい意味が込められたりとかして、その着方一つでなんか気持ちまで表せるんですよね。例えばコーディネートでデートやったら結び方を恋文結びっていうね、ラブレターの結び方があるんですけど、その恋文結びにしてデートな気持ちを込めたりとか、なんかそういうストーリーまで表されるんで、知ってる人からしたら、あ、そういう気持ちで来てくれたんやなって伝わるものなので、そういう人からの見られ方、あ、着物着てきてくれたんだっていう、そういう人からの感じ方が変わるっていうのが2つ目で、関わる人が変わってくるっていうのは、着物を始めると着物友達が欲しくなって、なんか行く場所もちょっと博物館、美術館行ってみようとか、着物着てコンサート行ってみようとか、今まで行かへんかったようなところに足を運ぶようになったりします。で関わる人も着物に関わらず、そのお茶の世界にちょっと足踏み入れてお茶の人とつながったとかね、はい、遊びに行った先でまた違う世界の人とご縁ができたとかいうのを聞いてると、着物がいろんな関わりを生んでくれるんかなと思って、そういう良さもあるなと思って。でも確かに着物をこう着るとそれだけでこう気分が全然変わりますよね。間違いなくそれにつきますよね。例えば僕は男性ですけど、例えばスーツを着る時も確かに違うのは違うんですけど、スーツはどうしてもこう紺色やったり黒やったりするので、なんかこう晴れやかな気持ちになるような気持ちではなかったりするんですけど、今日みたいにこうしっかりとちゃんと着れてるかわかんないですけど、こうやって着て出てくるとやっぱり全然違いますね。楽しいですもん、やっぱり歩くだけで。そうですよね。それが私も思いますね。海外の方からもよく聞かれるんですけれども、初心者の方ができ始めましたってなるんですけど、そこからどうしようっていうところが結構いろんな方の悩みだったりすると思っていて、初心者の方に着物を着たらこれをやってみてっていう、こうおすすめのものございますか？ありますあります。多分お家でまずは着てみはって、これで合ってんのかなって心配になる方多いと思うんですね。で、そしたらとりあえずお家で何回か着てみるのをおすすめします。で、練習してすぐ脱ぐんじゃなくて、ちょっとそのまま過ごしてみてほしい。なるほど。そうすると自分の癖とか着崩れポイントが出てきます。なんか、あ、そういえばよく裾がずってくるなと思ったら、腰の紐が緩いっていうことやったり、あと帯がボロボロとほどけてしまったっていうのも、もう外出してしまったらちょっと困っちゃうけど、家の中やったら、あ、次から気をつけようで終わるから、だから家でそういう失敗を何回か経験してから、もうよしっていう気持ちで一歩踏み出してほしい。で、その最初の一歩がハードルがめちゃくちゃ高いんですよね。確かにそうですよね。怖い、どうしよう、間違ってたどうしようって、日本人特にそれを思いやすいんですけど、一歩踏み出して一回外出たら絶対褒められるんで、そうするとやっぱ人間もう一回行きたいなって思うと思うので、まず最初の一歩ちょっと頑張って、そこからはもう皆さん自由にどんどんそのまま楽しんでもらえたらいいと思います。で、よく聞かれるのが海外の方に、外国人の私が着物を着ても大丈夫ですかってすごくよく聞かれるんですけど。そうなんですか。はい、もしそういう方いらっしゃったら、先生でしたらどうお答えになられますか？もうどんどん着てほしいです。そうですよね。本当に私もいつもそのように答えるんですけど、なんかこう途中でこう着崩れてしまうというよりかは、日本の方が海外の私が、外国人の私が着てるのを見た時に何で思わはるんやろっていうのをすごく心配されること多くて。そうなんだ。そんな。そうなんですよ。って思いますよね、日本人側からすると。思いもよらなかったです。その私はそういう着物着てはったらすごく嬉しくなります。シンプルに嬉しいですよね。嬉しい。可愛い。そうですよね。はい。間違ってても全然いいし、グズグズでも全然いいから着てはったらなんか嬉しいです。さっきのその着物の魅力の3つで2つ目のその周りからの見方が変わるっていうの、きっと日本人はその着物着てはる海外の方見たら、なんか親しみが湧いてきて、シャイな人はね声かけたりとか難しいかもしれんけど、あ、着物着てはるって日本のこと好きって思ってくれてはんのかなとか思って嬉しくなる方が嬉しいですよね。本当にもう世界中に素敵なこう服といいますか衣類たくさんある中で、わざわざ着物を選んでくださってるので、本当にそう思います。よかったです。Sunao先生がおっしゃってるところも映像残せたので、これで、皆様にもSunao先生もそうおっしゃってますというところをぜひ聞いていただいたので。その1個お伝えしておきたいのが、その着物って今や敷居が高くて、なんかきちんとしなあかんみたいな伝統文化みたいな、そういう節があると思うんですけど、それはそれでいいと思うんですけど、でも着物ってやっぱ着るものなんで、だから普段着とかもっと気軽に着るようなハードル低いのもあっていいと思うんですね。で、間違ってたっていいし、なんか格とかなんかフォーマルシーンはこうとかありますけど、もう普段やったらそんな何も気にせんと、可愛いなって思ったら着るっていう衣服の一つとしてみんな入ってもらって、で、そこから伝統文化とかそういう難しいことを突き詰めたい方はそういう難しい方にも行かはったらいいと思うし、でもここで終わっても全然いいと思うんです。もう楽しみの一つ、ファッションの一つでも全然いいと思って、で、そういうのも広まっていったら、きっと着物の文化ってそのまま継承されていって、また新しい文化として残ったりとかすると思うので。もっと気軽になったらいいなってほんまに思います。そうですよね。では、例えばこの動画をご覧になられて、着物に興味を持ちましたっていう方が、細かくぜひ教えていただきたいんですけど、ここからどういうステップを踏んで着物ライフをスタートさせればよろしいですか？まずは浴衣からだと思います。なるほど。もう浴衣めちゃくちゃ簡単です、できっと海外の方ってバスローブみたいな感じで楽しまはる方とかもいらっしゃるんですよね、はい、日本の旅館とかって必ず浴衣が置いてあって、もう着て紐くくって出来上がりみたいな、でまずそれをやってみてもらって、まず紐を結ぶってこういうことかとか、なんかきつさ加減こうやなみたいな、なんとなくやってもらって、それだけでも見た目って着物、浴衣姿って洋服とはまた違った魅力があるんで、でそっからじゃあ次浴衣をきちんと着る着方やってみようって、半羽防備っていうのがあるんですね。でもう簡略化した幅が狭くなってる、で結んだらいろんな結び方ができる簡単な帯があるんですけど、その浴衣に半幅帯締めてみる、でそれだけでもう夏場やったらお外に出られるので、最初の一歩踏み出してもらったり、でじゃあ着物着てみたいぞって思ったら、半襟があるかないかが浴衣と着物の違い、主な違いなんですけど、下にこの長襦袢っていうのを着るんですけどね、それにチャレンジしてもらったりとか。最初から、はい、浴衣じゃなくてほんまの着物が着たいっていう方もいてはると思うんで、そうですね、確かにそういう方は最初から簡単な着方がありますので、そういう方法でチャレンジしてみたらいいと思います。そうですよね。でその際にも柄とか色とかはもう難しく考えずに、これがって思ったものをぜひ着てほしいということですよね。そうですね。スタジさんあんまりそういうファッションされないかなと思うんですけど、あれはどのようにお考えですかって聞いたあれなんで、黄金時代やと思ってるんですね今。お太鼓結びもだから江戸末期あたりですよね、確かお太鼓橋ででしたね。うわー、早い。